はい、えー、いつもご視聴ありがとうございます、はいえー。またですね、ちょっと生活保護ってね私長い間勉強してきてるので、えー、ちょっと録音ね、もういっぱいしたんですけどもね、まだまだね、あのー、こういう人がいるからね、何百回でも録音しないといけないのかなっていうね、うん、ことですね、はいえー。まずね、生活保護費がですね、税金から出てるっていうね、言葉が、 出てくるんですけどこれはあう嘘ですからねうんうんうん、嘘ですからね、うん、まあ、全てですねまあうん、えー、あなんかこの間予算が足りなくなったとかなんか載ってたんですがちょっとね、うん、ちょっとねそ,のそんな嘘だからた足りなくなんないから、うん、足りなくなんないからなんでかって言いますとですね お金はただの紙と金属と数字とデジタル数字ともうえ何万回言ったかわかりませんけどただの紙ですよね。紙ですね。銀行からおろす時うんあときね。おろさなくてもね、私はやったことないけどこう駅通るときピピピピやってんじゃないですかみんなね。あ,あれが便利だからやるんでしょうけどね。私はうん関係ないからね。 うん、切符しか買ったあとね、うん、あ,いあの何だね、うん、もうデジタルのお金だけになっちゃったら本当にやばいよ本当にね、うん、やばいよ、うん、だから私それずっと言ってるんですけどねあの国民全員でね、あのー、電柱をぶっ倒してね、うん、電線を切ればねお金ってなくなるじゃないですか。 わかりますかうん。ね、うん、国民全員で、せーので、電線を切れば、あの、電気ってなくなるから、電気がなくなるとお金なくなるじゃないですか。よろしいですか電気がなくなるとお金なくなるじゃないですか。うん。じゃあ、その時に、最初困ると思うんですよ。困ると思うんですよね。ね電気がないからね。うん。パソコンもスマホも使えないですよね。うん。 うん、だから電気っていうもので支配されてるとかお金っていうもので支配されてるっていうのをそうなってみると分かるわけですよ。うん、だけどそういう,こうイメージ力っていうかそういうのがねもう誰もないから分かってないんですよ。で私も当然その一人だしだからこの、ね、スマホを2台使って今、えー、ダブルドリーですね今日トリプルはやんないですけども。うん メインチャンネルはね、あの、音楽の話でね、えー、普通にやればね、うん、あの、もう、チャンネル名も変えたんでね、まぁ、いろいろね、もっといい言葉が出てくれば変えますけどね、これは映ってる通りね、まあ映ってないですけどね、映んない方がいいからね、うん。ライブドアのね、私のトップページにね、いっぱい書いてあるしね、えー、もっとね、あの、その下にね、いろいろ見ていただくといっぱい書いてありますんでね、 でこれは私が書いてるわけじゃなくて私はただ集めてるだけの人間なんである動画見てねツイッター見てね、はいはいえー、そういうことでねもうこの世の仕組みっていうのがねよく、うんうん、2019年にね完全に分かっちゃったから、うん、その前もねなんかおかしいなおかしいなおかしいなってねずっとね、まあ、中学生ぐらいの時からですね、えー、思ってんですけどうん えー、69-13はないくつですか、うん、今,あ59今59歳なんですよ59歳ね、うん、だから13歳14歳ぐらいでわかる、うん、ちょっとおかしいなって思いましたねかなりね、うん、お父さんなんでこんな働くのってね、うん、朝5時にですね5時とか6時に出かけていって11時に帰ってくんだよ、うんもう 何やってんのかんで、あの、私分かるんですけど、あの、浮気とかじゃないんですよね。うん。そういうことができる人じゃないんですよ、昇進者で。私もそうですけど、うん。<laughs> 私もちょっと、これ今日のハイライトですね、ハイライトね。いやね、まあ今はね、うん、うん、もうね、なんかそういうことにね、全く縁のないね、59歳でございますんでね、はいはい。ど <laughs> うもすいません <laughs>。 もうねううん、うん、まあ女性にねまあ女性もねなんかねちょっと面白い,いね女性がね本当と、うん、魅力的な女性って本当になんかいないないないんですよなんででしょうねいなくなっちゃったのかいないのかねうんだからか私の感性がね どういう女性に、んこんな話するね。まあでも面白いですね。どういう女性がね、あのー、に惹かれるのかっていうのね。あの、この間楽天のパンツの話しましたけどね。パンツ見えたからって別にね、みんなパンツ履いてるからね。うんうん、まあでもそういうのが好きな人もいるんですね。パンツがね。<laughs> えー、ということでね、はい、あのー、集めた税金っていうのはね、公務員とかね、政治家が自由に使ってるんですよね、うん。ね。公務員とか政治家がね、うん。で、えー、まあ必要なお金はね、これをまあだから当選するためにとかね、国民に媚びを売るっていうかね、そういうのでね、あのー、給付金っていう動画がすごいですけどね、給付金ね。えー、私は、うん、見ないですけど、うん、うん。 別にもうこれ以上お金いらないしね。うん、毎日が夏休みね。毎日が夏休みですね。私はもう毎日が夏休みね。もう,もう今からもうずっと寝ててもいいし、でも寝ててもつまんないじゃないですか、うん。だからこうやってね、情報を見たりね、ストリートピアニスに行ったりですね、えー。そういう感じなんですよ。とにかく楽しいことを探してるっていうかね。 うんうんうんね、まあ女性とね会ってねあの別に何かするなんかしなくていいしねあのちょっと話をすればねそれはね、うん、楽しいですけどねなかなかね、うん、ストリートピアノ行ってもね、うん、ガチャガチャピアノ多いけどね話しかけたい人ってなんかね全然いないん、ね、で前はね前昔ストリートピアノ行った時 ちょっとはいたんだけどね、なかなかね、今ね、うんうんまあ、今暑いしね、まあ、わかんないんですけどね、はい、それからですね、あの生活保護の仕組みがですね、そのものがなくなるとかいう動画がね、ちょっと出てくんですけど、うん、あのそれってね、本当に何て言うか、まあ、無知っていうかね、うん、無知ですね。うん くくなななならら、いいかかね。それでまあ西川秀樹さんなんかねのちょっと見たんですけど全部は見てないんだけどねサッカーとかは見てないからね「あなたの会社のがねいつまでありますか」ってあなたが勤めてる会社ねいつまでありますかっていうね話があるんですけどねそれそうじゃないですかね。 でまあ、この国,国っていうものがなくならない限りね、うんえー、そなくならないですよ。うん、ねよろしいですか、うん、これぐらいでわかるかな、うん、だかただの紙ですからね。うん、ただの紙ってことは、印刷すればいくらでもあるんですよ、お金ってね。ただ、それをもう、じゃん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 、好きなだけあげちゃったら、ね、これは寝さら下さらって言葉があるじゃないですか、寝さらうさらね。うんうん だから、いや、それ別にあげたっていいんですよ。うん。上げたっていいけど、その価値がなくなるんです価値がね。価値が。うん。まあ、なくなることはないでしょうけどね。うん。なくなることはない、ね。だから、その、お金っていう紙の、ね。紙とか金属とか出てる数字の価値以外の、えー、お金を探している人が増えてるんですよ。ね。野草とかね。タバコ代0円とかね。うん。うん 野草の人はどんどん増えてますね。もう野草って本当にいいみたいですね、野草ね。うん、あの、ね、だから本当の薬っていうのは、さっきも取ったんですけど、あの、本当に自然な食べ物ですよね。本当に自然な食べ物を食べて、えー、働いたら負けね。働いたら負けね。うんもう、本当にね、あの、嫌いな仕事してたらね、幸せになりますかってことですよ。うん。なれないでしょ、もうもう。 もう嫌い、もう、もう朝朝から憂鬱じゃない。ね。うん。うん。私、いつから、いつで解放されたのかな。うん。だけど、私も、あの、ょっと苦しかったんですよ。うん。そういうね。結局はお金ってことになるんですけど。え、だけど、うん。今年からね、もう自由になってるので、もう、な何の、なん、あと悩みはね、あの、うん、うん。 あのまあ自分じゃない他人の他人っていうかねうんうんうんことですね家族ね家族とかねうん,うんそういうことになっていくんですよ自分自身はもう何もうもう幸せ1000%みたいなねうんうんえ毎日が夏休みねはい,はいえーそうしたらね、あのー うん、そこからが、なんか本当に人間としてのスタートっていうかね。うん、はい。だから、はい。えー、お金は紙なので、あの生活保護費がね、あのー、あの税金から出てるとか嘘だから、うん、集めたお金は私のお金って言ってポケットに入れる人がいっぱいいるんですよ。ね。それを何て言うかっていうと、利権とかね。そういう言葉いっぱいあるじゃないですか。いっぱいはないかもしれないけど。 ねうんうん、だから利権っていうのは何もしなくてもお金入ってくるっていうの、ね、は不労所得っていうね不労所得じゃないですかうんねうんはいそういうことでねいろいろねお調べいただけたらなと思うんですねはいはいえーまたねあのこう天の声よね天の声天の声っていうのはハイヤーセルフとかね アカシックレコードっていうね、アカシックレコードでいろいろね、見てくださいね。はい、私がおすすめなのはね、自然の法則チャンネルね、最近言ってるのね、自然の法則チャンネル。はい、南 A アシュタールレディオ。はい、えー、ツイッター、ビンボさんね、ツイッター、ビンボさん、早弾きギタリストね。はい、ラプトロンプラスアルファね。えー、もう、なんでしょうね、いっぱい言いますか。じゃあ、明日の世界2さんね。 えーまあ、ツイッターはもう本当にねもうもう喋りきれないですね。あさっきねあの,、うん、あのマカロンマカロンさんとかね言いましてねあのこの前の動画ね、えー、もうねその方は食べ物のね,ね、うん、あとはまあ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 ねあのいろいろ検索すればねあの本当にね、うん、本当に素晴らしい人ね。うん、うんん ままあまあ内海悟先生を見ればね内海悟先生ねもういろんな人出てくるかヘブニーズさんねヘブニーズさん見てねで食い違ってくるところが出てくるんですよいろいろね食い違ってくるところがねいろんな人の見てるとね、うん、まあその少々のね食い違いはねまあまあほっといてください、うんそ,れねうん、そこで争ってもね何の意味もないから、うん、で自分に自分が幸せになればいいんだからね、うん、はい。 えー、そういうことでね、うん、少々のね、うん、あのー、情報の違いはねあのーうんまあ、保留にしとけばいいんですよね、うん、この人はこう言ってるこの人はこう言ってるね、うん、であとは自分で考えればいいんでね、うん、どの情報をね別に選んでも別にいいですよトランプが好きでねトランプ、うんうんうん、トランプが好きだったらトランプでもいいですよ、うん、ね別に、うん、それは自由だからねはい。 そこまではね、もう私も、うん、前はトランプトランプって言ってたんだけどね、うん、YouTube は誰ですかね、あの、ナルトさんとか、えー、野草のね、野草の海部さんとかね、えー、アキラボーイさんとか、カメちゃんとかね、2040さんは有料なんですよね、えー、それからね、お味噌チャンネルね、お味噌チャンネル、えー、元祖ラプト、RAPT ね、 それからチャンネル2、チャンネル ZOO、チャンネル ZOO ね、33と911ねえ、小島一郎 JL ファン、小島一郎 JL ファン、ラッキーデタラメ放送局、えー、もういっぱいありますかね、はいはい。あと有名な人ね、船瀬俊介先生とかね、もうそういう方もいっぱいいらっしゃるじゃないですか。ね、もうもうもう全部見てくださいね、はい。はい、そうすると、だんだんね、うん。 えー、私がおすすめなのは南エア、南へやしたるレディオね。はい。えー、さっき言ったね、自然の法則チャンネルんも素晴らしいですね。えーあ、マドモアゼル愛先生ですかね、もうもう見切れないですね。あ、イビー・ユーイチローさんね。イビー・ユーイチロさんは今、どうぞ YouTube 載ってんのかな。うん。もうね、もう言い切れないですけども、はい。そういう方いろいろ見てると、またどんどん出てきますのでね。はい。私も結構いっぱい見たんですけどもね。 そういういことね今、ツイッターね、ツイッター、結構、結構じゃないけどね、一、うんえー、日何回か見てますね、はい、はい、どうも、すみません、はい、生活保護費はね、まあ、税金から出てるのは嘘だし、えー、生活保護がなくなるっていうことは、もうこの日本が、日本自体が崩壊するってことね、うん、日本だけじゃなくてね。 で、崩壊したら崩壊したって全然いいんですよ。いいんですよ。俺に対してね。崩壊しても何にも困んないから。ね。食べるとこと寝るとこがあれば困んないから。うん。水も止まんないしね。誰かがやるから、絶対。うん。食べ物はなくなる。食料危機とか来ないから。絶対ね。大丈夫ですからね。もう大丈夫ですから、ね。本当にね。あの、働いたら負けでね。うんでね、あの、公務員ね。公務員をね、倒す方法ね。 私いっぱい喋ってきたけどね。うん。あの、もう言いますか、もう言いますか。公務員倒す方法ね。公務員だけじゃないよ。公務員だけじゃないですよ。うん。あの、なんか言ってくる人間っていうのはね、別にね、あなたのことを心配してるわけじゃないから。うん。ハリボテだから。ハリボテね。うん。あなたそれ私のことを本当に心配して言ってんですかって言ったら、そうじゃないでしょ。そうじゃないでしょ。ね。そうじゃないでしょ。ね。 うん、他にもね倒す方法いっぱいあるけれども、うんまあ、基本はそうですよ、うんねうん。あなた私の本当に人生の幸せのことを考えてあのそれ今言ってんですかとかね、うんうん、あ,あ,あとはね、まあ、別にあの私を喋ゃんなくても分かるということでございますね。はい、このぐらい、はい、どうもすいません、はい。失礼しますはい